缶詰の魚なんかも食べるようにするといいと思います。皆様こんにちは、そろそろ夏本番ということでダイエットについてお話ししていきたいと思います。ダイエットっていうと結構ハードル高かったりするんですけれども、まあ、最近はですねコンビニでもいろいろ便利な食材が出てきてかなりお手軽にダイエットできるようになってきたと思います。まあ個人的によく勧めるのは塩サバ、まあどこのコンビニとはお話ししませんけれども、塩サバのなんていうんですね、レトルトパックみたいなのがあって、それ1個で 18g ぐらいのタンパク質が取れます。それ2つも食べると十分タンパク質取れますし、魚の脂肪非常に体にいいんですね。サバですとかサンマとか体にいいので、いわゆるサラダチキンとかはタンパク質とるにはいいんですけれども、実はちゃんとした脂肪が取れないというのが、実はダイエットのデメリットでもありますので、ちゃんとした脂肪が取れるサバの、レトルトなんかはいいと思います。いい脂肪を取るという点ではミックスナッツ、ナッツも、ダイエットに非常にいい、食材になります。まあ、ある研究ですとアーモンドを食べるとトータルのカロリーが一緒でもアーモンドを食べた分の方が体脂肪が落ちた、体重が落ちたというような報告もありますので、お腹が空いた時なんかはちょっとコンビニで売ってるですねミックスナッツなんかを食べるといいと思います。まあ、特にナッツの中でも、まあ、アーモンドの他にクルミなんかは、魚と同じいい脂肪が含まれますので、クルミの多いものを食べるといいかもしれないです。他にですね、まあ、自炊なんかですと一番いいのはやっぱり卵ですね。まあ、半熟ですとか温泉卵とかでもいいんですけれども、卵は非常に体にいいですし、タンパク質もしっかりとれる、アミノ酸もバランスが良くてタンパク質として品質が最高のものです。それが卵ですので、まあ茹でてもいいですし半熟温泉卵でもいいですので、1日に 2,3 個ぐらい食べるようにするとダイエットの味方になると思います。昔はですね卵は白身だけみたいなことが言われてましたけれども、実は卵の黄身に体脂肪を減らしてくれるような成分も入っていたりしますので、実は全卵で食べた方がいいということにもなります。ぜひ全卵で卵を食べてください。あとは缶詰とかもいいです。魚とかはですね普通に売っているもの結構調理するの大変なんですけれども、実は缶詰の方が新鮮なんですね。新鮮な状態で取って缶詰に入れちゃいますので、あんまり油が酸化していない。普通に店で売ってるやつはちょっと古くなってくると油が酸化していたりしてあんまり体に良くないんですけれども、缶詰の方が意外に安全だったりします。ですので、まあ、缶詰の魚なんかも、食べるようにするといいと思います。今回、お手軽ダイエットの食材について、お話しさせていただきました。これから夏ですのでぜひダイエットにお役立てください。このため6月30日に行われますパーソナルトレーナー研究所フォーラムに登壇することが決定いたしました。今回のイベントのポイントとしましては、まず最初に徹底的に成果を出すことにこだわった人たちが登場することですね。そして次にはトレーナーたちにとって成果を上げられる具体的かつ実践につながる内容であるということ、そして3つ目はトレーナーこの業界ですね今後どのようになっていくかということに対する未来の予想、これが3つのポイントとなっております。私がお話しする内容としましては、トレーニングが過去から今そして未来に向かってどのように変化してきたか、変化していくかということに対してお話ししていきたいと思います。私も30年から35年ぐらいやってるんですけれども、昔と今全然違いますので、そして未来についてもまた今とは全く違った状態になってくると思います。そういったことについてお話をしていきたいと思います。他にもたくさんの方が登壇するイベントとなっておりますので、皆さんも楽しみにしていてください。概要欄に詳細ページのリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひご覧ください。皆様の申し込みお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございます。
ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、 LINE の公式アカウントとかはお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。